はい、どうも、スタッフケンタです。スタッフケンタの自転車塾、今日も一緒に自転車の勉強をしていきましょう。先週末ですね、開催されました国内アマチュアレースの最高峰でありますツールドキナー2022年市民210キロロードレースにですね、参戦してきました。はい、まあ無事にですね、このお話ができている、アップできているというところはですね、怪我もなく無事にゴールできたということでもありますが、結果に関しては、20位というところでですね、鬼門でありました。第2回目のダムの上りの KOM 手前あたりでですね、ちぎれてしまいまして、まあ自分の中ではですね、なんかこのぐらいのパワーが出ていて、このぐらいの体重まで絞れていれば、先頭集団についていけるんじゃないかななんてことを考えて練習をしてきましたが、考えがですね、少し甘かったんだと思います。はい。で、今日はですね、そのツールド沖縄2022年の、市民210キロへのお話をしていきたいと思うんですけど、まあいろんな話をですね、これしているとですね、おそらく1回の動画では紹介できないところもあったりなんかするので、今日はですね、まあレースまでのある程度のトレーニングとか、あと機材に関してですね、お話をしていきたいなと思っておりまして、次回はですね、ちょっと大事な食事とか、あと補給関係ですね、こちらのお話をしていきたいと思いますので、レース以外の方でもですね、これロングライドだとか、距離の長いサイクルイベントですね、参加している方もですね、活用できるお話となっておりますので、ぜひですね、次回もご注目ください。まずはですね、ちょっと沖縄へのトレーニングのお話なんですけど、9月までに行われておりました、まあ実業団レースの後ですね、最後出たのは赤城山ヒルクライムかな。そのですね、あと、ロングライドを中心とした、まあ乗り込みをですね、開始しまして、もうほぼですね、平日、まあ仕事の日なんですけど、朝、だいたい3時、4時起き。で、そこからですね、ズイフトでのトレーニングを開始しまして、まあ、ズイフトレースだとか、あと、ベースライドを1、2時間ぐらいやったりとかでね、そういう内容の、レースだとか、ベース練を中心としてですね、練習をしてきました。で、ちょうどですね、これ山岳練習としましては、まあ、雨の日がちょっと中心となってたところはあるんですけど、土曜日のですね、これ朝5時頃からやっております、ズイフトのイベントで、国内のチームにジェットというチームがあるんですけど、ジェットのですね、このヒルクライムインターバル練というのがですね、朝5時頃、土曜日の朝5時ですね、からやってるんですけど、ちょうどですね、そのイベントで17分から18分ほどのですね、これ登りがある、コースが設定されていた時が非常に多かったんで、ちょうどですね、これ、その福川ダムという登りと同じようなですね、タイムでしたので、そこをですね、中心として、朝練をしていました。で、最後のですね、この、登りの、練習では17分で 5.3 倍というパワーが出ていましたので、まあ、このパワーをですね、2回目の、福川ダムのですね、山岳で出すことができれば、先頭集団ではクリアできるのではないかなと思っていたんですけど、まあなかなかですね、その2回目のダムまで130キロ以上の距離をですね、走ってきて、まあ、そのパワーが出せるかというところの考えが非常に甘くなっていまして、まあ最後の最後でですね、パワーが出せなかったんだと思っております。で、実はですね、レース中ちょっと大雨になった場所がありまして、ガーミンがですね、全く動かなくなっちゃったんですよね。フリーズしちゃって、画面が落ちちゃったんですよね。で、ちょうどですね、まあ、1ヶ月ぐらい前の練習の時に、ガーミンをですね、ちょっと地面に落としてしまったことがあって、その時にですね、この画面の隙間に、ちょっと、なんか、隙間みたいなところがカパッと出てきてしまって、そこにね、入った水でデータが全てやられてしまったんではないかなと思っています。自分がですね、多分過去一番上がっている時のパワーデータが取れなかったということでですね、まあレース後結構気持ちもですね、しょんぼりしていたんですけど、まあメーターのですね、距離とかがですね、正確にわからなかった分ですね、いつもだとメーター見ながらなんか、あ、残り40キロもあるのかとか、
まだ先長いななんてことを考えながら走ってるんですけど、そういうことがですね、考えなくても済んだなというところがちょっとプラスかなと思っていました。で、10月中のですね、もう練習は基本的にはもう地元の山、山岳連をですね、中心で走り込みを行ってきたんですけど、まあ自分がですね、大体休みの日とか、まあ土日のどっちかというような感じで、晴れた日は山岳連を、やって、まあひたすら山を登って下って、山を登って下ってを繰り返してですね、大体1日で、2500から3000メーターアップ獲得標高をですね、数回ですね、しっかりこなしてきました。で、10月中のですね、これ練習量に関しては、大体1ヶ月でですね、2770キロ。11月の第1週目までしっかりと乗り込んで、1週目も一応600キロ走りましたので、まあ、大体10月の初めから、11月の第1週までですね、これが3400キロぐらいですかね、走ったことになります。で、11月のですね、これ第2週目、レースの週なんですけど、そのですね、レースの週はもう体の中にですね、きっちりとエネルギー補給、エネルギーを蓄える時間を作るために、もう一気にですね、練習量を下げています。で、ツールドキナーのようなですね、これ長い距離のレースに関しては、まあもうギリギリまで練習しても全く意味がないので、レース前のですね、これ1週間はもう体にですね、全力でエネルギーを蓄えることを考えた方がですね、よろしいかなと思います。しっかりですね、もうこの1週間、リカバリーができて、疲労感も抜けてですね、パンパンだった足もですね、スッキリとしていました。で、今回はですね、そんな、最高な状態でレースに臨めたと思っております。で、バッチリな体で使用しましたバイクがですね、まあいつも乗り慣れております。ヨネックスのカーボネックスでありました。で、今回ですね、まあディスクブレーキ、みんな使ってたんですけど、私、リムブレーキできました。はい。で、山岳でですね、これいつも遅れてしまう私にとっては、まあリムブレーキの方が、まあ登れているかなと思いますし、まあ今回ですね、雨のレースでもあったんですけど、私自身ですね、これレース、雨のレースはですね、結構得意な方でありまして、慣れてるバイクでですね、参加することが、まあ一番よろしいかなと思いました。で、長い距離をですね、しっかりと、走っても足が最後まで残せるということもですね、このヨネックスのカーボネックス、非常におすすめの理由だと思っております。で、ヨネックスの方と話をすると、リムブレーキのオーダーもですね、まだまだ入っているということですので、ぜひですね、これヒルクライムだとかロングライドでですね、軽量なバイクを組み上げたい方、山を楽に走りたい方はですね、カーボネックスチェックしてみてください。そして、コンポーネントに関しては、シマの11速のデュラエース9150ですね。そこにですね、クランクだけ12速の9200のパワーメーター付きのクランク 167.5mm のですね、クランク長のものを取り付けております。で、ギアはですね、5236で、まあ、沖縄のですね、これ下りでは、まあ、ギアの足らないところもあったりなんかしたんですけど、ある程度はですね、しっかりとカバーできたなと思っております。で、最後の最後の、まあ、上りでもですね、これインナーで足を回すことができたので、36もですね、使ってていいなと思いました。で、ホイールの方はですね、これフロントが、マビックのコスミックカーボン SLR40 チューブレス仕様で、タイヤはですね、コンチネンタルのグランプリ 5000STR の 25C。タイヤの空気圧は、4.8 だったかな。で、行きました。で、リアはですね、コスミックカーボンアルチメイトのチューブラー仕様で、タイヤはコンチネンタルのコンペティションの 25C を使っていました。で、空気圧は 6.5 で行きました。で、この組み合わせがですね、私自身カーボネックスで一番速く走れるのではないかなと感じておりまして、まあ前後でこれタイヤは違ってるんですけど、フロントをですね、これチューブレスにするだけでもですね、これ肩だとか腕の、まあ疲労感が全くですね、少なく感じるのでおすすめでございます。で、今回ですね、変わったところでは、ブレーキのですね、これインナーワイヤーだけを日線にちょっと交換してみました。で、日線のですね、これワイヤーは、まあ、しっかりとこれコーティングされているワイヤーなんですけど、
ブレーキの引きがですね、すごい軽くなったので、まあ、ストレスもですね、なく、しっかりと効いてくれました。で、ここ最近ですね、当店ではオーバーホールを、実施中なんですけど、ワイヤーだけをですね、これインナーだけ、日線に変えてるお客様も多くなっておりますので、ぜひですね、リムブレーキ仕様の方は日線のワイヤーチェックしてみてください。格段にですね、ブレーキ性能、変速性能上がりますんで、よろしいかと思います。で、ざっくりとですね、こんな感じで、トレーニングバイクの紹介となりました。まあ、いつも実業団で使用しているままでもあるんですけど、まあ、こんな仕様でですね、沖縄の210キロ完走できました。で、今回ですね、おそらく8割型ディスクブレーキ仕様の選手が多かったと思っていますが、まあ来年はですね、ちょっと良い機材が発表されるようなお話もちらほら聞いておりますので、軽量なですね、これディスクブレーキ仕様のバイクを組み上げようと計画中でございます。で、こちらもですね、またご紹介していきますので、お楽しみに。ということで、ツールド沖縄報告会第1弾はですね、トレーニングと機材編でございました。第2回目はですね、食事とエネルギー補給についてお話をしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは、またアップします。